はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はですね、夏も終わりということで沖縄気分を味わおうかなとちょっと出かけてきました。もちろんね、緊急事態宣言の最中ですので県境を越えるようなね移動っていうのはしてないんですけれども、とりあえずお昼を食べに行くっていうのは、まあ、冬を不急の外出ということにもならないと思いますんで、それにね、オートバイは密になりませんから、ある意味ねオートバイで移動していること自体が、まあ、コロナ対策にもなっているのかなと思いますので、その辺はご了承いただきたいなというふうに考えてます。沖縄気分って言いながらすげえ山の中じゃねえかっていうねご意見もあろうかと思いますが、ご存知千葉県はですね、もう海のすぐギリギリまで断崖絶壁が迫っているというような地形が多いもんですから、ここもねほんのちょっと先にはもう海なんですよね。すごいな、ここ本当にもうすぐ海なんですけどね。間もなく目的地ですね。あれ？本日定休日だそうです。参ったな。せっかくやってきたのに。残念ながら定休日だったので近くに非常に安くてうまいっていう評判のお持ち帰り専門のお寿司屋さんがあるというので、そちらの方に行ってみたいと思います。上総神津駅、この近くですね。ほらもうすぐ海なんですよ。はい、ありましたですね、こぶすび寿司さんですね。せっかくですのでね、海に出てお昼にしたいなと思います。ここもねすぐ神津海岸なんですが、せっかくね来たんですから、日本の渚百選に選ばれている守谷海岸の方に行きたいなと思います。って言ってもね、守谷海岸ってすぐ隣なんでね、本当に 500m ほど走ったら着いちゃいますけれども、ネタバレを言うと、この守谷海岸っていうところが、まあ、実際に沖縄気分をね味わえるっていう、だからこちらでソーキそばを食べてね気分を高めてから守谷海岸に出たら、ほらこちらです。わかるかな。海開きをねしてないので人は少ないですが、ソーキそばを食べた後守谷海岸に行くとね、コバルトブルーの、千葉にこんな海があるのかっていうような綺麗な海ですんでね、海岸ですんで、沖縄気分がね味わえた、
のにちょっと残念でしたね。この守谷海岸入り口っていうところを曲がると、ここをちょっと上りなんですが、これをね上った後すごいんですよ。ほら、この景色です。見開きをしてないんで、駐車場が全部閉じてるんですね。すごい海だな、綺麗なエメラルドグリーンですね。せっかくね守谷海岸に来たので、ちょっと守谷海岸の洞窟の方もね行ってみようかと思ったんですが、残念なことに、洞窟の方は入り口がですね漁港なんですよね。でその漁港に今はちょっと立ち入り禁止ということになってますので、入れませんでした。それにしてもやっぱりこれだけの海岸でも人が少ないですね。肝心のね、小結寿司の方のお味はやっぱりうまかったですよ。あの値段で1000円ちょっとですからね。あの値段であのクオリティなら下手に寿司屋で食べるよりもよっぽどいいですよね。はい、当初のね思惑とはちょっと違ってしまいましたけど、夏の終わりに沖縄を楽しむつもりがそういう風にならなかったんですけども、まあまあ綺麗な海でね良かったと思います。それではね、これからちょっとせっかくですのでね、 SGT 美術館そろそろ催しが変わってるはずなので行ってみたいなと思います。それでは今日のところはねこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よろしければねいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。